東急百貨店の東横店で買った路線バス方向膜キーチェーンを開封します。買ったものは高津営業所のものです。僕が買ったものはこの一番右側の部分です。水の口、右のこの部分を回しますとこの方向膜が回ります。ちょっと見えにくいと思うんですけどすいません。でここまで行くと今度下の回すこの回るところをやります。そうしますと逆方向に今度こんな感じですね。やっぱ僕は好きなのは渋谷です。ちょっとスタンダードですね。ノーマルっていうか東急って言ったら渋谷なんで、でも僕もこっちの方も好きなんですよ。高津営業所、これもちょっとかっこいいなと思います。確か価格はですね確か840円だった気がするんですよ。はい、はい、では終わります。